ユナイテッドネーションズ・オブ・アースにお住まいの皆様、ごきげんよう。大統領のあやめだよ。人類が本格的な太陽系外探索を始めて約半世紀。我々は地球、イリアニ、シリウス、エレクトラ、4つの惑星に居住する宇宙生命体になった。この銀河系には我々の他にも宇宙文明を持つ国が多く存在するが、今のところ大きな争いは起こっていない。しかし、決して平和な宇宙というわけではなさそうだ。多くの国は虎視眈々と銀河系の覇権を狙い、隙を見せた国は宇宙を漂うデブリとなるだろう。こんな状態だからこそ、私は声を大にして言いたい。この銀河の覇者となるのは、我々ユナイテッドネーションズ・オブ・アースだと。ご視聴ありがとうございます。ウプ主兼大統領補佐 AI ロボの月葉です。だいぶ時間が空いてしまった気もしますが、我々の永遠に続く銀河支配の歴史を考えれば短いものですね。さて、今回お知らせしたいこととやりたいことをまとめてお伝えしますね。まず、エレクトラ入植が無事完了したことをお伝えします。希少な水晶洞窟と、農業に適した肥沃な土地が多くある星です。また、長年先駆者文明、ブルタウムの研究をしていたカレンから、ブルタウムの故郷と思われる星系を発見したとの報告がありました。これで宇宙の謎が一つ解けるぜ。詳細は追ってカレンの方からあるはずです。大統領、我々の影響力が貯蔵限界を迎えそうです。影響力の貯蔵限界ってどういうこと？大統領の偉大さには限界があるということです。そういう説明されるくらいならゲームの設定でとかメタ発言される方がマシだったかな。影響力って、星系基地作るときに使うのは知っとるけど、それ以外に用途ないの？ありますよ。影響力の使い方は主に3つ。1つ目が星系基地ですね。でも、帝国膨張度が増えちゃうからあんまり星系を増やしたくない感もある。同感です。ですから、2番目と3番目、布告と請求権に影響力を使いましょう。こちらが布告一覧です。コストを払って布告を出すと、それに応じた効果が得られます。一定期間資源採掘量が増えたり、リーダーの経験値が増えたり、国全体にバフをかけるものが多いです。でも、今資源にはあんまり困ってないし、魅力的な布告ないんだけど、三つ目の、請求権、ってやつに影響力使いたい。よろしいのですか？あれ？ AI ロボなんか嬉しそう？請求権と、いやはや請求権を使いたいとは大統領はお目が高いですね。請求権は他国の領土を、自国の領土だと主張することができるシステムです。私もずっとこのウルフブブの星系は我々地球連邦の領土だと思っていたんですよ。ちょっと、この星系も居住可能惑星があるから欲しいですね。待ってー。あと、こっちの星系には人類の居住適応度が高い星があるんですよね。ちょっと月ちゃん、AI ロボ。どうかしましたか、大統領。ゴーフの方が攻めやすそうだから、そっちに請求権主張しようよ。ありですが、戦争は一国ずつ相手にしたいので、とりあえずウルフブブを削ってからにしましょう。AI ロボ的には最初の敵はウルフブブなのか？あいつら見た目が、ちょっと、ファンシーすぎますから。ちなみに請求権を持っておくと、戦争でその星系を奪い取ることができます。請求権がないと、戦争で勝っても相手の領土もらえないの？その通りです。例外がある場合はその時にまた言います。これからしばらく、伝統は国民投票で一番多かった波動を取り続ける予定だよ。軍事力の強化に特化した伝統ですね。この銀河系の国は軍国主義が多いですから、彼らと対等に渡り合うには必要な伝統です。さて大統領、ブルタウムの調査をしている研究者カレンから、ブルタウムの母星に到着したと連絡が入りました。ブルタウムの人いた？いえ、どうやら全滅しているようです。こちらがブルタウムの母星、ブルタウマープライムです。すごいデブリのようだ。星も割れとる。なんでこんなこと？ブルタウムの人々はとある仮説を信じていたのです。この世界は工事の生命体によって作られたまがいものの世界だと。神様みたいなもの？そうですね。ブルタウムの人々は行動や思考のすべてをその工事の生命体に支配されていると信じたのです。そして、その支配から逃れるために、ブルタウムの人々は決められた時間に一斉切断を試みました。
数十億という人々が、同時に自殺したようですよ。割れた母星やシリウスの崩れた地下都市もそういうことなのでしょう。ブルタウムの人々はちゃんと自由になれたのかな？どうでしょうね。この世界が本当に工事の生命体によって作られたものなら、数十億程度の同時切断は想定内だと思いますけどね。私は地球連邦の人々が、このブルタウムの思考に感化されて過激な行動を起こさないかの方が不安です。このブルタウムは星系はどうするのがいいんだろう？イリアニ星系の隣に隠されていて、地球から近いので、我々の領土内に組み込むのが良いでしょう。星は居住できないほど破壊されていますが、彼らの残したものから学ぶことは多そうです。どうしたの月ちゃん？大統領が見る価値もないものです。そう言われると逆に気になる？何？この銀座にはユナイテッドネーションズオブアースよりも無価値な星間国家があるのかもしれないが、まだ目にしたことはないな。ただの安い挑発です。まあ見受けないように。黙れよトカゲ野郎。黙らないなら黙らせに行ってやろうか。落ち着いてください。ほら、ビッグニュースが飛び込んできましたよ。この銀河系全体を巻き込んだ銀河市場の誕生です。この銀河市場を我々地球連邦がリードできれば、我々が無価値じゃないと証明できます。上等だもんね。まあ、そんなことしなくても、我々の価値はめちゃくちゃ高いですが。銀河市場の中心としては惑星を一つ推薦できるのか。それならもちろん、私たちの一星、地球を押すもんね。1000エネルギー通貨と150影響力を消費して、銀河市場の中心に推薦。地球の競争力は平凡のようです。さらにエネルギー通貨と影響力を払って、一層強く地球を推薦することもできます。これ、銀河市場の中心になれたらどうなるの？市場の利用手数料が安くなります。地味に便利じゃん。はい。今も市場にはよくお世話になっていますから、手数料が安くなるとありがたいですね。一回追加で推薦したら、格付け協力になったよ。これで安心だね。はい。あとは発表を待ちましょう。いつもの世論調査結果発表のお時間です。銀河市場は？結果が出るまでは少し時間がかかるようです。ただ、今回は世論調査結果をお知らせする前に、少し問題が生じているのでそちらをお伝えいたします。交付からの侮辱メッセージがめちゃくちゃ送られてくるってこと？それは無視してください。通信費の無駄です。最近入植した、壁章の惑星エレクトラに問題が生じているのです。エレクトラの森が移動するのですよ。森が、移動？はい。そのせいで我々人類の居住地が頻繁に破壊されています。科学者は森について研究をする必要があると言っていますが、エレクトラの住民の中には即刻森を焼き払ってほしいという意見もあります。森の研究をするか、森を焼き払うか、二択を迫られとるってわけだね。こうしている間にもエレクトラの荒廃は進んでいますが、我々は民主制ですから国民の意見を聞くべきだと思うのです。何かを決めるまでの手間の多さは民主主義の欠点だね。さて、それでは前回の世論調査結果をお知らせします。動画内でも触れた通り、伝統は波動取得が多数派です。拡張と繁栄も多いから、入植もどんどんやっていけよってことだね。周辺国、要するにウルフブブとゴーフの敵対的な行動については、こちらから宣戦布告は行わないものの、相手が何かしてきたとき対処できる軍備は持っておくようにということです。投票してくれたのはシリウスの住民が多いのか。青い太陽があってロマンチックだし、名前もかっこいいもんね。エレクトラ住民が4分の1いますから、今回の動く森事件の関心も高そうです。というわけで今回はここまでです。実は欲しい能力を持った科学者が現れなくて研究に苦しんでいますが、これからも頑張っていきます。それじゃ、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。広告者の確認ができない状態なので、前回の広告者紹介は次回動画にまとめます。申し訳ありません。